13世紀初期のキプチャク勢力圏。ルーシ年代記で見られる、ポロベッツ人の一家。キプチャクは、11世紀から13世紀にかけて、ウクライナからカザフスタンに広がる、草原地帯に存在した、トゥルク系遊牧民族。ルーシの資料では、ポロベツ、東、ローマやハンガリーの資料では、クマンと記された。現在のカザフスタンからモルドバにかけて広がる、 平原地帯は、当時、キプチャクの名前にちなんで、キプチャク草原と呼ばれたが、キプチャク草原を支配したモンゴル帝国のジョチウルスが、通称キプチャク藩国と呼ばれるのは、このためである。人種としては、モンゴロイドとコーカソイドの混合種に属していた。13世紀前半における、周辺国。キプチャクは、トゥルク系の遊牧民で、11世紀頃、ボルガ川方面から、 国会沿岸のステップに進出し、ペチェネグに代わって新たなルーシ諸国の脅威となる。1091年、東ローマ帝国のアレクシオス一世を助けて、バルカン半島のペチェネグ軍を壊滅させるが、キエフルーシに対しては度重なる襲撃と略奪を行い、1096年には、キエフペチェルスキー修道院を消失させた。12世紀初頭。 キエフルーシのコースブヤトポルク2世とウラジーミル2世、モノマフは一連のポロベツ遠征を企てて、成功を収め、ポロベツは、ドン川流域に、サルチャク間の少数の軍が残る程度となる。サルチャクの弟オトロクは、四方のポロベツを連れて、グルジアのダビドーに仕えた。1125年、ウラジーミル2世モノマフが没し ルーシ諸公の構想が激化すると、ポロベツは諸公によって敵対、協力の関係を取るようになり、定準したり、通婚したりするものが現れた。なお12世紀初頭から、ポロベツの長を、ルーシの長と同じくにゃあと称する記述が年代記に見られるようになるが、これは、ルーシ諸公とポロベツ族との関わりの進化を示唆するものである。 1170年から1180年代になると、ポロベツは、再びルーシに侵攻し、キエフ公スビアトスラフや、ノブゴロド・セーベルスキー公のイーゴリといった、ルーシ諸公と激闘を繰り広げた。1223年、2回にわたる、モンゴル軍の侵攻により、キプチャクはその半島に組み入れられ、キエフルーシともども、ジョチウルス領となる。一部のキプチャク人は、 マジャールの地に移住し、ハンガリーの傭兵となった。キプチャク族に関する伝承として、オグズ汗の時、妊娠中の女性が巨樹の穴に入って産んだ子が、キプチャク族の子祖になったという総話が伝えられる。これは、女性が、樹齢の庇護のもとに安産したという意味にも取れようが、むしろそれは変形した伝承の形であり、もともとは、巫女が樹齢を受けて妊娠し、 その子を産んだというのであったかもしれない。これは、ウイグル、ナイマンなどのトゥルク系の所属に共通する、呪霊伝承としてよく語られる。10世紀の地理書、東から西への世界の境界などによると、キプチャク族は、気膜なる種族から分離した部族であり、その主張は、気膜全体を代表していたという。また、ロシアのワシーリー・バルトリドは、 ドイツのヨーゼフ・マルコ・アルトの説に従って、10世紀頃、イルティシュカハイにあったという気まくなる部族の名は、イキ・エメクすなわち、二つのエメクの意で、それは、エメク族とキプチャク族とを指したものであり、そのうち後者の方が強力で、11世紀頃から発展し始め、南方にあったオグズ族を追い払って、当時、オグズ草原と呼ばれていた国会から、 ウラル山脈に至る広大な草原地帯を文字通り、キプチャク草原に変えたという。だが、当時はこの種族には何らの政治的統一もなければ、国家組織は、元よりなく、各種族、部族ごとに、その広大な草原地帯に分散、遊牧していたらしく、ドーソンの伝えるエジプトの鹿、ヌワイリーの著述によると、当時のキプチャク種族は11の部族ないし種族に、 分かれていたという。そのうち、地域によっては、イスラム化された者、異教徒として止まった者、様々であったらしいが、11世紀中央には、ホラズムシャー長と交渉を持ち、スイグナクを支配した王者も現れたと伝えられる。1055年、ポロベッツは、ボルーシという者に率いられ、ルーシの地に現れる。ペレアスラブリコーフセボロドは、彼と和を結び、ポロベッツ人は、 元のところへと引き返した。1061年、ポロベッツは、ソカルという者に引きられ、初めてルーシの地に侵攻した。2月2日、フセボロドは出陣し、ポロベッツと戦ったが敗北した。ポロベッツは少し攻めた後、去っていった。以降、ルーシの人々は、彼らのことを、邪教を信ずる、者ノ党と呼び、神を知らぬ旧敵ともからの最悪と捉えた。 1068年、多数のポロベッツ人が、ルーシの地に侵攻してきたため、キエフ大公イジャスラフ一世、チェルニゴフ公スビアトスラフ及びフセボロドラは、レタカハンに出陣し、夜ンに兵を進めた。しかし、ポロベッツに打ちまかされ、ルーシの諸侯は逃走した。11月1日、ポロベッツは、再びルーシの地に侵入し、チェルニゴフの近郊を攻めた。 チェルニゴフにいたスビアトスラフは、わずかな親衛隊を集め、彼らに向かって、スノフスクの方へ出陣した。ポロベッツは進み来るスビアトスラフの軍を見て、戦闘の準備を始めた。スビアトスラフの軍は3000であるのに対し、ポロベッツの軍は2万であったが、スビアトスラフらは馬に乗って突撃し、ポロベッツ軍を打ち破った。ポロベッツ人のある者は、スノビ川で溺死し、 ある者は捕虜にされた。1071年、ポロベッツはロストベツ及びネアチンの近くを攻めた。1078年8月25日、スビアトスラフの子をレーグ及び、ビャチェスラフの子ボリスは、ポロベッツを、ルーシの地に導いて、ポロベッツと共に、キエフ大公フセボロド一世を攻撃した。フセボロド一世はこれに対抗して掃除側に、出陣した。ポロベッツは、 ルーシを打ちまかし、ジロスラフの子イヴァン、囚人の兄弟トゥーキ、ボレーその他多くを戦死させた。1079年、スビアトスラフの子ロマンがポロベッツを率いて、ボルイニにやってきた。フセボロド一世は、ペレアスラブリの近くに泊まり、ポロベッツと和を結んだ。ロマンは、ポロベッツと共に引き返したが、8月2日に、ポロベッツによって殺害された。 1082年、ポロベッツの子、オセニが死去する。1092年、ポロベッツは、ペソーチェン、ペレボロカ、プリルークの3つの町を占領し、両側の多くの村々を攻めた。同じ年、ポロベッツは、ロスチスラフの子バシリコと共に、リャフジンと戦う。1093年、キエフ大公フセボロド一世が死去すると、ポロベッツは、ルーシの地に来て、 平和について談判すべく、新たなキエフ大公スバトポルク2世に使者を使わした。スバトポルク2世は、フソデンの親衛隊と合議せず、トゥーロフから来た者らと相談し、ポロベッツの使者たちを捕らえてマルタ小屋に押し込めた。ポロベッツはこのことを聞くと侵攻を開始し、トルチェスクの街を包囲した。スバトポルク2世は、 ポロベッツが来たことを聞くなりポロベッツの使者たちを釈放したが、ポロベッツはルーシの地に沿って軍を進めた。スバトポルク2世は彼らに対抗すべく戦士たちを集め、キエフ対抗スバトポルク2世、ペレヤスラブリコーブラジミル2世モノマフ及びロスチスラフは、トリポリに向かって出発し、ストゥグナ川にやってきた。スバトポルク2世、 ブラジミル2世モノマフ及びロスチスラフは川を越え、右側をスバトポルク2世、左側をブラジミル2世モノマフ、中央をロスチスラフが進んだ。トリポリを通り、土塁を過ぎると、ポロベッツ軍が待ち構えており、彼らの先頭に伊手たちが立った。ルーシ軍は土塁と土塁の間に止まり、戦機を押し立て、伊手たちは土塁から出た。一方、 ポロベッツ軍は土塁に近づき、自らの旗を立て、第一に、スバトポルク二世に対して、攻撃を加え、彼の軍隊を打ち破った。スバトポルク二世は、剣後に踏みとどまっていたが、彼の家来たちが逃げ出したため、後からスバトポルク二世も逃げ出した。ついでポロベッツは、ブラジミル二世モノマフを攻撃し、ブラジミル二世モノマフとロスチスラフを敗走させた。 ポロベッツは自分らの勝利を見て、ルーシを攻めるべく進軍したが、ある者はトルチェスクに引き返して、トルチェスクを包囲した。トルチェスクのトルク人は彼らに反抗し、街の中から堅固に戦い、多くの敵を倒した。ポロベッツは攻撃を始め、水を奪い取った。すると街の人々は、渇きと上のために困窮し始めた。トルク人の要請により、 スバトポルク2世は彼らに食料を送ったが、戦士が多すぎるため、町まで届かなかった。ポロベッツは、町の周囲に9週間止まって2つに分かれた。一方は、町の近くに残って、包囲を続け、一方は、キエフに向かい、キエフとブイシゴロドの間で攻撃を行った。7月23日、スバトポルク2世は、ジェーラニ川に出陣し、 両軍は互いに攻撃し合った。しかし、キエフ軍は敗北して逃げ出し、多くの者が戦死した。戦死者は、トリポリの戦いよりも一層、多かった。スバトポルク二世は生き残った二人と共に、キエフに帰り、ポロベッツは、トルチェスクに戻った。ポロベッツがトルチェスクの包囲に戻ると、町の人々も上のために、ついに降伏した。ポロベッツ人らは、 トルチェスクの町を取ると、そこに火を放ち、人々を分配して、奴隷とした。1094年、スバトポルク2世は、ポロベッツと和を結び、ポロベッツのコートゴルト館の娘を妻とした。この年、オレーグがトムトロカーニから、ポロベッツと共に、チェルニゴフにやってきた。ブラジミル2世モノマフが町に籠城したため、オレーグは町に来て、町のありとあらゆるものを焼き、 修道院に火を放った。ブラジミル二世モノマフは、オレグと和を結び、町から出て、ペレヤスラブリ公となり、オレグは、父の町であるチェルニゴフに入った。1095年、ペレヤスラブリ公ブラジミル二世、モノマフのもとへ、ポロベッツジのアセイトラリと、クイタンが和を結びに来た。イトラリは、ペレヤスラブリの町に入り、 クイタンは戦士たちと共に土イと土イの間に止まった。ブラジミル2世モノマフは、クイタンに、このスビアトスラフを人質として与え、イトラリは優秀な親衛隊と共に、町の中にあった。この時、キエフのスバトポルク2世からブラジミル2世、モノマフのもとへ、死者のスラブヤークが何かの要件のためにやってきた。ラチポルの一族は、 ブラジミル2世イモノマフと共にイトラリの戦士たちを泣き、物にしようと合議し始めた。ブラジミル2世イモノマフはこれに反対したが、説得されて、彼らの意見に従った。そしてその夜中、ブラジミル2世イモノマフは、スラブヤークにいる親衛隊とトルク人をつけて、土イと土イの間に配備した。 まず、スビアトスラフを盗み出し、その後にクイタンを殺害し、彼の親衛隊を撃ち殺した。イトラリはその夜、親衛隊と共に、ラチポルの屋敷で眠っていて、クイタンの身に起こったことを知らなかった。その翌日、ラチポルは、燃焼親衛隊たちに武器を与え、マルタ小屋に火を焚くことを命じた。ブラジュミル二世モノマフは、イトラリの親衛隊を招き、彼らを、 小屋の中に閉じ込めると、小屋の上に登り、屋根に穴を開けた。ラチポルの子、オリベグが弓を取り、矢を継がえて、イトラリの心臓にいて、彼の親衛隊を全部殺した。スバトポルク2世と、ブラジミル2世モノマフはオレーグに人を使わし、彼らと共に、ポロベッツ人攻撃に行くことを命じた。オレーグは彼らと共に行くことを約束して出発したが、 彼らと同じ道をたどらず遠征に赴かなかった。スバトポルク2世と、ブラジミル2世モノマフは、ポロベッツ人の天幕に向かって進み、天幕を占領し、家畜、馬、ラクダ及び奴隷を捕らえた後、オレーグに対して怒り始めた。スバトポルク2世と、ブラジミル2世モノマフは再びオレーグに人を使わし、オレーグの元にいるイトラリのこの殺害あるいは身柄の要求をした。 しかし、オレーグは彼らに徴従しなかったため、彼らの間に敵意が生じた。この年、ポロベッツ人がユリエフにやってきて、その近くに一年とどまった。スバトポルク二世は彼らを沈定し、ロシ側の彼方に追いやった。ユリエフの人々は町を捨てて、キエフに逃れてきたため、スバトポルク二世は、ビチチェフの丘の上に町を建てることを命じ、それを、 自分の名にちなんで、スバトポルクの町と名付け、ユリエフの人々、またザサコフの人々及びその他の町から来た人々と、共に、そこに住まわせた。その後、ポロベッツ人は、無人となったユリエフの町を焼いた。1 9 9 6年5月24日、ボニャークが、ポロベッツ人を率いて、キエフの近郊を破壊し、ペレストーボにおいて、港の屋敷を焼き払った。 この時クリアが、ポロベッツ人を率いて、ペレアスラブリの近郊を攻め、ウースチェを焼き払った。一方オレーグは、スタロドゥープから出て、スモレンスクに来たが、スモレンスクの人々が彼を受け入れなかったので、ヤザニに向かい、スバトポルク2世と、ブラジミル2世モノマフはキトに着いた。5月31日、スバトポルク2世の学府、トゥゴルト館が、 ペレアスラブリーに来て、町の近くに泊まると、ペレアスラブリーの人々は町に籠城した。スバトポルク2世と、ブラジミル2世モノマフは、ドニエプル川の向こう岸に沿って、兵を進め、ザループに来て、そこで川を越えた。ポロベッツ人は彼らに気づかなかった。彼らは戦闘の準備を整えて、町に向かった。町の人々は彼らを見て喜び、彼らを出迎えた。 ポロベッツの軍隊は、戦闘の準備を整えて、トルベジ川の向こう側に止まっていた。スバトポルク2世と、ブラジミル2世モノマフは、ポロベッツに向かってトルベジ川を図書で越えた。ブラジミル2世モノマフは、親衛隊に命令を与えようとしたが、親衛隊はそれを聞かず、馬にまたがり、敵に向かって突進した。これを見て、 ポロベッツ人は逃げ出し、ルーシ軍は敵を撃ち殺しつつ、その後を追った。彼らの子をトゥゴルトカンが死んでいるのを発見し、スバトポルク二世はその意外を、自分の学不活敵として治めた。その後、彼をキエフに運び、ペレストーボにおいて、ペレストーボに通ずる道と修道院へ通ずる他の、道との間の墓に、彼を葬った。6月15日。 ボニャークが再びキエフに襲来した。ポロベッツは、ほとんど町に侵入せず、町の近くの、キシチに火を放って、修道院の方へ向かい、ステファン修道院及び村々並びに、ゲルマン修道院を焼き払った。キプチャクカブトカ戦セン1101年、キエフ大公スバトポルク2世、ペレヤスラブリコーブラジミル2世、モノマフ、ダビド、オレーグ、ヤロズラフが、 ゾロッチャに集まると、ポロベッツは、ルーシの諸侯に和を超うべく、使者を使わした。ルーシの諸侯は了承し、ポロベッツ人ともども、サコフの近くに集まった。10月15日、ルーシ諸侯は、ポロベッツと和を結び、互いに人質を交換して、それぞれの方向に分かれた。1103年、ブラジミル2世モノマフは、スバトポルク2世、スビアトスラフの子ダビド。 フセスラフの子、ダビド、イーゴーリの孫、ムチスラフ、ヤロポルクの子ビアチェスラフ、ブラジミル2世、モノマフの子ヤロポルクと共に、ポロベッツ遠征を開始し、ペレヤスラブリに向けて出発した。この時、オレーグのみは、健康でないと言って参加しなかった。ポロベッツ人はアルーシが進軍しつつあることを聞き、無数に集まって合議した。この時、コの一人である、 ウルソバは、講話を提案したが、若者たちは戦いを選んだ。ポロベッツは動き出し、戦闘に、前哨部隊とポロベッツの合流、アルトゥノパを送った。ルーシ諸公も、前哨部隊を送った。ルーシの前哨部隊は、アルトゥノパを待ち伏せて包囲し、アルトゥノパらをことごとく殺した。ポロベッツは、ルーシの襲撃を見て逃げ出し、ルーシ軍は彼らを撃ち殺しつつ、 その後を追った。4月4日、ルーシ軍は、ポロベッツに勝利し、ウルソバ、コチー、アルスラノパ、キタノパ、クマン、アスパ、クロトク、ジェレグレパ、スリバリなど12人のポロベッツ公を撃ち殺した。公の一人ベルジュジは、捕虜にされ、スバトポルク2世のもとに連れてこられた。ベルジュジは、己の身を償うために、金銀、馬及び家畜を献上したが、 スバトポルク二世は彼を、ブラジミル二世、モノマフのもとへ送り、彼を殺した。1107年、ボニャーク及びおいたるシャルカン並びに、その他多くのポロベッツ子が集まり、ルーベンの周囲に止まった。スバトポルク二世、ブラジミル二世、モノマフ、スビアトスラフの子、オレーグ、ムスチスラフ、ビャチェスラフ、ヤロポルクが、ポロベッツ人に対して、ルーベンに向かい、 スラ川を渡って、彼らに向かって突進した。ポロベッツ人は恐怖し、恐怖のために、戦機も立てることもできずに逃げ出した。ある者は馬に飛び乗り、ある者は徒歩で逃げた。ルーシ軍は彼らを追いつつ撃ち殺し、ホロル川に達した。ボニャークの兄弟ターズは殺され、スグルとその兄弟は捕虜にされ、シャルカンは過労じて逃れることができた。ポロベッツ軍が主張を放棄したため、 それを、ルーシの戦士たちが奪っていった。8月19日、ルーシの人々は、大いなる勝利を得た。1110年、ポロベッツは、ペレアスラブリのあたりで村ラを攻め、その同じ年、別の多くの村ラをかすめた。1112年、ブラジミル2世モノマフと、スバトポルク2世は立ち上がり、ポロベッツに向かって出発した。スバトポルク2世は、 このヤロスラフと共に、ブラジミル2世モノマフも、自分のコラと共に、またダビドも、自分の子と共に出発した。3月24日、ポロベッツ人は集合し、諸部隊に戦いの準備をさせて出陣した。激しい戦闘の後、ポロベッツ軍は打ちまかされた。3月27日、再びポロベッツは諸部隊を多数集めて、無数の軍勢を持って、 ルーシの諸部隊を包囲した。ポロベッツの諸部隊とルーシの諸部隊が相会した。サキンズスバトポルク2世の部隊と交戦し、両側で選手たちが倒れていった。ブラジミル2世モノマフとダビドは自分の諸部隊を率いて戦いに入った。ポロベッツ人はこれを見て逃走を始めたが、撃ち殺されて次々と倒れていった。多数のポロベッツ人は、 サリニツァ川で打ち破られ、スバトポルク2世と、ブラジミル2世モノマフとダビドは、ポロベッツの多くの家畜、馬及び羊を奪い、多くの捕虜を捕らえた。1117年、ポロベッツ人はボル、ガル人のもとへやってきた。しかし、ボルガルの孔は、ポロベッツ人に毒を入れた飲み物を送り、これを飲んだアエバ及びその他の諸公はことごとく死んだ。1126年、 ポロベッツ人は、キエフ大公ブラジミル2世、モノマフの死を聞き、彼らのトルク人を奪おう、と言いつつ、バルーチに向かって進撃した。このことを聞いたヤロポルクは家来及びトルク人をバルーチ、及びその他の町に向かわせた。ポロベッツは、攻撃を行ったが、何一つとして成功しなかった。 ポロベッツはヤロポルクがペレヤスラブリにあることを聞き、スラガワ沿岸の地を攻めに引き返した。ヤロポルクは軍勢を集め、ペレヤスラブリの人々のみを率いて、ポロベッツに追いついた。ポロベッツは彼らの数が少ないのを見て、後ろに引き返し、戦闘の準備を整えて、ヤロポルクに向かって進んだが、打ちまかされた。彼らの一部は打ち破られ、一部は川で溺れ死んだ。 1128年、オレーグの子フセボロド2世は、ポロベッツを呼び、7000人のポロベッツ人が、セルークと共に来て、ブイリの彼方のラトミルの森の近くに泊まった。ポロベッツは、フセボロド2世からの報告がなかったので、引き返した。1135年、ポロベッツ人が、フセボロド2世の元に到着した。フセボロド2世は、兄弟とムチスラフの子イジャスラフを呼び、 スバトポルクと共に進発し、ペレアスラブリ領の村や町を荒らし、人々を殺した。さらにキエフにまで達し、ゴロドークに火を放った。彼らは、ドニエプル川の対岸を乗り歩き、人々を捕虜にしたり、殺害したりした。また、それらの人々は、ドニエプル川を越えて、家畜を移すことができなかったため、多数の家畜も捕らえた。一方、ヤロポルクも、 自分の戦士たちと共に川を越えることができなかった。彼らは3日間、ゴロドークのカナタの小百輪の中に泊まってから、チェルニゴフに赴き、そこから互いに死者を交わして、輪を結んだ。1136年、フセボロド2世は兄弟らと共に、ペレアスラブリに来て、町の近くに3日間泊まった。主教の門及び、 孔の門のあたりで戦い、ヤロポルクは戦士たちを待たずに、親衛隊と兄弟らと共に出陣した。両軍は、剣後に戦ったが、やがて、オレイグの子らのポロベッツ人が逃げ出し、ブラジミルの子らの親衛隊であるヤロスラフの子、ダビド、トゥドコの子スタニスラフらが、ポロベッツ人を追い、オレイグの子らと戦った。この時、レオンの子バシリコ王子が戦死し、 激しい戦闘で両軍の多くの人が倒れた。ポロベッツ人を追いかけたブラジミルのコらの親衛隊は、ポロベッツ人を打ち破り、再び戦場に戻ったが、ブラジミルのコらであるヤロポルク、ビャチェスラフ、ユーリーよびアンドレーらが、すでに撤退していたため、オレーグのコらに降った。1140年、フセボロド2世は、キエフ大公となり、ブラジミルのラら及び、 ムスチスラフの子らと和平を結ぶことを望んで、彼らに使者を使わし、ムスチスラフの子、イジャスラフをブラジミルの町から招こうとした。しかし彼らは、フセボロドニセイと和平を結ぶことを欲せず、キエフに兵を進めることを望んだ。これに対して、フセボロドニセイは、弟のスビアトスラフと共にペレアスラブリのアンドレーを攻撃し、またポロベッツ人を率いた。 ダビドの子イジャスラフ、バシリコのコイバン及びガリーチのボロダリの子、ブラジミルをビアチェスラフ及び、ムスチスラフの子、イジャスラフに向かって使わした。同じ年、ポロベッツが輪を結びに来たため、フセイボロド二世は、キエフから、アンドレイは、ペレヤスラブリから、モローチンに来て、彼らと輪を結んだ。1146年、ノブゴロド・セーベルスキーコーノスビアトスラフは、 ポロベッツのもとへ人を使わし、やがてポロベッツ人300人が彼のもとへ来た。ユーリーの子であるロスチスラフとアンドレーがヤロスラフの子、ロスチスラフに対抗して、リャザニに来た。ロスチスラフは、リャザニから、エリトゥクという、ポロベッツ人のもとに逃れた。この同じ時、スビアトスラフは、自分の選手たちに、多くの贈り物を与えて、彼らを、ポロベッツ人のもとへ行かせた。 1147年、スビアトスラフは、ネリンスクの近くに泊まった。その時、彼の叔父である、ポロベッツ人からの死者60人が、バシリー・ポロフチャーニンと共に、彼の元に来た。この同じ時、ルーシから、燃焼新兵らが来たので、ブラジミルは、チェルニゴフに、イジャスラフは、スタロドゥープにある胸を彼らに告げた。スビアトスラフは、 デドスラブリにて、別のポロベッツ人である、トクソビチ一族の者等とあった。スビアトスラフは彼らにクチェブノコスジミル及びゴーレンをつけ、スモレンスクの人々を攻めさせた。トクソビチらは、ウグラ川の上流の地を荒らした。スビアトスラフは、デブヤゴルスクに赴き、ゼンバチチブリアンスク、ボロビーノまでのデスナ川沿岸の地、ドナゴシ及び、ムツェンスクを取った。 この時、彼のもとへ、多くのポロベッツ人が来た。ユーリーの子グレープは、デブヤゴルスクのスビアトスラフのもとへ来て、スビアトスラフの子、ユーリーの子及びポロベッツ人と共に、ムツェンスクに赴き、そこで彼らに、多くの贈り物を与え、クロムイの町に赴いた。ダビドの子、イジャスラフ、オレグの子スビアトスラフ及びポロベッツ人は、 イジャスラフ二世がすでに弟ロスチスラフと結合して、彼らに向かって進軍しつつあることを聞いた。その同じ夜に、ポロベッツ人は彼らの元からポロベッツの地へと去り、彼らの元には、少しばかりのポロベッツ人が残った。彼ら自身は、チェルニゴフを指して、グレーブリに向かって出発した。イジャスラフ二世とロスチスラフは、 ポロベッツビトがすでに処方に散ってしまったことを知ると、チェルニゴフに向かって出発し、ケライたち、親衛隊たち、黒ズキンらと共に、合議し始めた。1149年、ユーリーは戦士たちを呼び、ポロベッツビトを集め、7月24日に出発し、バチチに来た。ユーリーは、ダビドの子ブラジミルと、イジャスラフが彼に従うことを拒絶したと聞いて、 スターラやペラベジャに赴き、ペラベジャーの近くで、ポロベッツ人の来着とイジャスラフの標順を待ちつつ、1ヶ月泊まっていた。イジャスラフから、報告がないのを見て、そこからスポイ側に向けて出発した。スポイ下半において、ユーリーのもとへ、多数のポロベッツ人がやってきた。ユーリーは、兄ビャチェスラフと自分の子らと共にルーツクへ向かった。ユーリーの頃スチスラフは、 弟のアンドレイと共にポロベッツ人を率いて、先発し、村人のほとりに泊まった。夜中に劇式的臭があり、ポロベッツ人たちはことごとく逃げ出した。アンドレイは黎明までにポロベッツ人が逃げ去ったのを見て、兄の元へ赴もむいた。再び彼らとポロベッツの子たちも、相会し、退却することに決め、父からの助力を期待しつつ、ドゥーブノの近くに泊まった。 1151年、ユーリーは、キエフに向かって、兵を進め、ラドゥニに泊まった。多くのポロベッツ人が彼のもとに助力に来た。彼らは、キエフからですが、川の河口に至るドニエプル川に沿って、川船の上で戦い始めた。一方は、キエフ側から、川船の上で激しく戦い、他方は、陣営から戦ったが、キエフ側に対して、成功を得なかった。 ユーリーは、ダビドの子、ブラジミル、オレグの子スビアトスラフ及びフセボロドの子スビアトスラフ、ポロベッツ人と共に死案し、ゾロッチャを過ぎてから彼らの船は、ドニエプル川に入った。ユーリーのポロベッツ人は草原に沿って進んだ。ビアチェスラフとイジャスラフ2世は、兄弟のロスチスラフ、ダビドの子イジャスラフ、兄弟のヤロスラフ、ゴロドノの子を、ボリス、親衛隊、 キエフの人々及び黒ずきんらと共に死案して後、ドニエプル川の上流に向かい、ビチチェフとミロスラフスコエ村の近くで彼らに向かい合って止まった。そこで、両軍は川船で相会しながら浅瀬のほとりで戦い、互いに捕虜を捕らえ合った。イジャスラフ2世はここで彼らにドニエプル川を渡らせなかった。敵も味方も反対の側に移ることができなかった。 ユーリーは、ポロベッツ人と自分のコラを共に行かせた。ユーリーのコラ、フセボロドノコスビアトスラフ及びポロベッツ人らは、ザルーブの浅瀬に到着し、ドニエプル川を越えるべく出発した。ポロベッツ人は、イジャスラフ2世の紹介兵がいないのを見て、馬にまたがり、彼らに向かって出発した。ユーリーのコラ及び二人のスビアトスラフは、ポロベッツ人と共にドニエプル川を越えた。 ユーリーも、ダビドの子ブラジミルと共に速やかに、ザルーブに来てドニエプル川を越えた。ユーリーは、戦いの準備を整えて、キエフにやってきた。軍隊は、ルイベジ川の向こう側に位置し、ルイベジ川のほとりで戦いを始めた。ユーリーの子アンドレーとアンドレーの子、ブラジミルが、ポロベッツ人を率いて、攻勢を取り、乾いた、ルイベジ川のあるところでルイベジ川を越えた。アンドレイは、 ポロベッツ人と共に突進したが、彼の親衛隊はそれを知らなかった。アンドレイは選手たちの後ろを追って、彼らの舞台のところまで進んだが、一人のポロベッツ、人が彼の馬を捕らえて、彼を引き戻したため、無事に後ろに引き返すことができた。彼らは、ルイベチ川のほとりで、夕方まで矢を放っていた。ある者は川を越えて、岸地においてビアチェスラフを呼び、 イジャスラフ二世の軍隊を相手に戦い、他の者は、リャフの門に向かい合う砂の浅瀬で戦った。イジャスラフ二世はこれを見て、諸体の中から新兵隊を準備し、諸体を動かさぬことを命じた。会議で、皆一斉に、彼らに向かって突進することにした。ある者は浅瀬を踏み外したり、殺されたり、捕虜にされたりした。ポロベッツジニアボニャークの子、セベンチャも殺され、 もはや一人といえども彼方からこちらの側に移るものはなく、ユーリーは自分の軍隊を引き戻して脇にそれた。ユーリーはガリーチコブラジミルを待ちつつ、ルート側の向こう側に移って止まった。イジャスラフ2世は戦いの準備を整え、ユーリーに向かって進軍した。両軍はルート側の上流に向かって進んだが、ユーリーの軍はブラジミルの合流を待つため、 戦いを避けた。イジャスラフ2世の軍は彼らの背後から矢を放ち、黒ずきんを投入した。ユーリーの軍は戦いを避けるのをやめ、イジャスラフ2世の軍に向かって戦闘を開始した。先陣を切った、ユーリーの子アンドレイは馬をやられ、イジャスラフ2世は手に傷を負い、大腿部を突き刺された。両軍は激烈に戦い、イジャスラフ2世の軍が勝利した。 ユーリーのポロベッツ人は一本の矢を放つことなく逃げ出し、オレーグの子ら、そしてユーリー及びユーリーの子らも逃げ出した。この戦いでチェルニゴフコブラジュミルをはじめ多くの者が殺され、ポロベッツの子たちも多数捕虜にされた。1152年、スーズダリコとなったユーリーは、ゴロドークの人々が死産し、町が焼き払われたことを知ると、選手たちを集めた。 ポロベッツ人も、オペルリュエフ一族、トクソビチ一族をはじめ、ボルガ川とドニエプル川の間にある、ポロベッツ人すべてが出動した。スモレンスク港のロスチスラフは、フセボロドノコスビアトスラフと合流し、ダビドノコ、イジャスラフを支援すべく、チェルニゴフに向かい、そこで牢城した。ユーリーは、グリチョフの近くに泊まり、ポロベッツ人を、チェルニゴフ行為に向かわせた。ポロベッツ人は、 多くの捕虜を捕らえ、セムイニを焼き払い、街廊を奪取した。この時、ビャチェスラフとキエフ対抗イジャスラフ2世は、ルジーチのあたりに止まっていたが、ポロベッツビトがチェルニゴフに火を放ったことを聞いて、チェルニゴフに向かった。途中、モラビースクのあたりで、ユーリーの軍と遭遇し、戦闘になった。ポロベッツ人は、 ビアチェスラフとイジャスラフ2世がチェルニゴフに向かっていることを聞き、驚愕してチェルニゴフから離れ始めた。これを見たロスチスラフらはチェルニゴフから撃って出た。やがてビアチェスラフとイジャスラフ2世と合流し、ユーリーの軍が交代するのを見ると、自分たちも軍を退いた。1154年、キエフ大古イジャスラフ2世が亡くなり、 弟のロスチスラフが新たなキエフ大公となると、ユーリーのコグレープが、多数のポロベッツ人を率いて、ペレアスラブリに侵攻した。ロスチスラフ一世は、このスビアトスラフを派遣し、ペレアスラブリ公のムスチスラフと合流させた。両軍は激しく戦ったが、ポロベッツ人が、スビアトスラフの増援を見て町から離れ、スラ川の彼方へ去ったため、 ペレアスラブリの危機は免れた。ロスチスラフ一世は、キエフでの地位を固めぬまま、ダビドの子、イジャスラフに、自分の対抗意を認めさせるべく、チェルニゴフに兵を進めた。ダビドの子イジャスラフは、ユーリーの子グレープに人を使わし、ポロベッツ人を率いて援軍に来るよう頼んだ。ロスチスラフ一世、フセボロドの子スビアトスラフ、イジャスラフ二世の子ムスチスラフらは、 ボロベス下半に泊まり、人を使わして、ダビドの子、イジャスラフに神獣を強要した。イジャスラフはこれを断り、ユーリーのコグレープとポロベッツ人らと共に出陣し、ボロベス下半で、ロスチスラフ一世の軍と戦闘を開始した。ロスチスラフ一世の兵はわずかであったため、ポロベッツの兵が多数であるのを見た。ロスチスラフ一世は慌て,て、和を来い。 自分のキエフ対抗くらいと追いのムスチスラフのペレヤスラブリ行為をイジャスラフに与えると言い始めた。これを聞いたムスチスラフはロスチスラフ一世から離反し自分の所領へと帰っていった。その間、ポロベッツ人がロスチスラフ一世の軍を行為し、二日間の戦闘の末、ロスチスラフ一世の軍はチリジリとなり、ある者は捕虜となり、ある者は殺され、 ある者は逃げ去った。この戦いで、ロスチスラフ一世は、スモレンスクに逃げ去り、フセボロドの子スビアトスラフは、ポロベッツ人に捕まって捕虜にされた。その後、ダビドの子イジャスラフは、フセボロドの子スビアトスラフをはじめ、捕虜となった、ルーシの人々を、ポロベッツ人から救い出した。間もなくして、ダビドの子イジャスラフは、キエフに入って、キエフ大公となり、 ユーリーのコグレープをペレアスラブリコートした。1155年、イジャスラフ3世が、キエフ大公となったことを聞いたユーリーは、ロスチスラフ1世と和を結び、オレグノコスビアトスラフ、フセボロドノコスビアトスラフらを従えて、キエフを目指して進んだ。ユーリーは、モロビースクに至ると、人を使わして、イジャスラフ3世に、 対抗位を譲るよう要請し、イジャスラフ三世をキエフから退去させた。こうしてユーリーは、キエフ大公となり、多数のルーシュから迎えられた。ユーリーは所領地をモロコに分け与え、アンドレーを、ブイシゴロド公に、ボリスを、トゥーロフ公に、グレープを、ペレアスラブリ公とし、バシリコに、ロシカワ沿岸の地を与えた。1161年、イジャスラフ三世は、フセボロドのコラ、 兄弟、オレーグ、ポロベッツ人と結合し、ペレアスラブリコーグレープのもとへ行って、キエフ大公ロスチスラフ一世攻撃を促したが、グレープはこれに応じなかった。これを聞いた、ロスチスラフ一世は、ペレアスラブリに兵を進め、トリポリに止まった。イジャスラフ三世は、ロスチスラフ一世が進軍しつつあることを知ると、ポロベッツ人らと共に逃げ去り、 ブイシゴロドのカナタの小教会に泊まった。8日後、イジャスラフ3世らは、ドニエプル川を越え、キエフに向かって進軍した。ロスチスラフ1世は、キエフで迎え撃ち、両軍が激烈に戦い、多くの戦死者を出した。この戦いで、イジャスラフ3世が勝利し、ロスチスラフ1世は、ベルゴロドに遁走した。イジャスラフ三世は、ロスチスラフ一世を追って、 ベルゴロドを包囲した。1170年、イジャスラフ2世の子ムスチスラフ2世は兄弟を召集し、ポロベッツ遠征について合議した。ムスチスラフ2世は、チェルニゴフ公のオレーグのコラオよびフセボロドのコラをも召集し、3月2日に、キエフを出発した。諸公がキエフを出発して9日経った頃、ポロベッツのもとに、ルーシ軍襲来の方が届いた。 これを聞いた、ポロベッツ人たちは祭祀を捨てて逃走したが、黒木林にて、ルーシ軍に追いつかれ、多くの者が殺され、捕虜にされた。1172年、グレープに、キエフ大公の座を奪われた、ムスチスラフ二世は再び、キエフを奪還すべく、イジャスラフの子ヤロスラフ、ムスチスラフの子ブラジミルラと共に、キエフに向かった。ムスチスラフ二世は、キエフに入って後、 ブイシゴロドへ向かい、ダビドを攻撃した。キエフ大公のグレープはダビドに援軍として、コンチャーク率いる、ポロベッツ人、ベレンデー人、バスチーの兵を送った。これを聞いた、ムスチスラフ2世の軍は、撤退を余儀なくされ、その年の末、ムスチスラフ2世は、ブラジュミルの町で死去した。1185年4月23日、オレーグの孫で、 スビアトスラフの子であるイーゴリが、ノブゴロド・セーベルスキーから出発し、トルプチェフスクからは、弟のフセボロド・スビアトスラビチが、ルイリスクからは、老いのスビアトスラフが、プチーブリからは、このブラジミルが合流した。やがてポロベッツの初体と遭遇し、シュールリア側を挟んで退治した。戦闘が始まり、前衛のルーシ軍が、ポロベッツ軍に打撃を与え、捕虜を捕らえた。 一夜明けて、すべてのポロベッツであるコンチャークトブルンのコグザ、トクソビチ、クロビチ、ステビチ、テルトロビチの各部族が集結した。これを見た、イーゴリラ一度は、馬から降りて戦いつつ、ドニエッツ側を目指した。途中、イーゴリが左手を負傷したほか、多くの者が負傷し、戦死した。ついにイーゴリは、タルゴロフの敗下、シルブルクによって、フセボロドは、 グザのコロマンによってスビアトスラフはボブルツェビチ氏のエルデチュークによってブラジミルはウラシェビチ氏のコプチによって捕らえられたその時戦場においてコンチャークはこの嫁の父であるイーゴリの身に保証を与えた一方キエフ大公フセボロドノコスビアトスラフはカラチョフに赴きドン川のポロベッツ人に対して遠征すべく 選手たちを集めていた。スビアトスラフ3世が、ノブゴロド・セーベルスキーの近くに来たとき、イーゴリたちが、スビアトスラフ3世に隠れて、ポロベッツ遠征を行ったことを聞いた。不愉快に感じた、スビアトスラフ3世は、チェルニゴフにいたり、今度は、イーゴリたちの身に起きたことを聞いた。スビアトスラフ3世は悲嘆し、ポロベッツ遠征の準備とルーシの防衛を準備させた。 いいゴリラを任したポロベッツらは、勝利に乗じて、ルーシの地に向かって進軍した。この時、コンチャークは、キエフに遠征し、ボニャークのあだを取ろうとしたが、グザは、妻子や捕虜にされている仲間がいる、セーム側に遠征しようとしたため、ポロベッツの軍は二手に分かれた。コンチャークは、グレープの子、ブラジミルが守るペレアスラブリに兵を進めて、町を包囲した。 ブラジミルは町から出て、ポロベッツに向かって突進するが、帰り討ちにあって、重傷を負ってしまう。一旦町へ引き返したブラジミルは、スビアトスラフ、リューリック、ダビドに援軍を要請し、ダビド以外の二人が救援に来たため、ポロベッツは、ペレアスラブリから撤退した。ポロベッツは、リモフの町に押し寄せた。町の人々は牢情したが、 外壁が破壊されたため、町から出て戦うも、その多くが捕虜となった。ブラジミルは、スビアトスラフとリューリックに命じて、リモフを救おうとしたが、救援が遅れて、リモフの町は、ポロベッツ人によって占領された。一方、グザ引きる、別のポロベッツ軍は、ドニエプル川に沿って、プチイブリに向かった。グザは、大いなる軍勢ともに領地を荒らし、村々を焼き、 プチーブリの街廊を焼き払って帰還した。ノブゴロド・セーベルスキー公のイーゴリは囚われのみとなったが、ポロベッツ人はイーゴリの行為に敬意を示し、彼に不愉快なことを行わなかった。イーゴリはポロベッツ人のラブルというものの協力でポロベッツの元から脱出することに成功し、ノブゴロド・セーベルスキーに帰還することができた。 1223年、イランからカフカスを抜けて、モンゴル帝国の将軍ジェベとスベーデーが率いる、モンゴル軍がポロベッツの地に侵入した。全ポロベッツの首領であるコンチャークの子ユーリーは彼らに対抗できずに逃げ出したが、彼らの多くはドニエプル川に至るまでに殺された。モンゴル軍は一旦引き返し、天幕へと帰った。ポロベッツ人はルーシの地に逃れ、 ポロベッツの大公バスチーが、ルーシの洗礼を受けた。キプチャクの諸部族は、ルーシの諸公と同盟して、アゾフ海に近いカルカ川の下半で、モンゴル軍と戦ったが大敗した。1236年には、バトを総司令官とするモンゴル帝国の西方に、対する大遠征軍が派遣されるが、キプチャクは、翌1237年春に、モンゴル軍の攻撃を受けた。 キプチャクの一部は抵抗して滅ぼされ、コチャン島一部は東ヨーロッパに走ったが、その大多数はほとんど戦わずして、モンゴル軍に降伏し、遠征軍に加担した。抵抗したキプチャク遊牧民の中では、オルベルリブの主張、バチュマンが唯一頑強な抵抗を続けた。バチュマンは、モンゴル軍の主張を奇襲して悩ませた。バチュマンは、 ボルダ川流域の森林に隠れてゲリラ戦を続けたので遠征軍に参加した王族の一人モンケは森林を囲んでバチュマンを追い立てた追い詰められたバチュマンはボルダ川の中州の島に逃げ込んだが追いつかれ捕らえられてついに処刑されキプチャクのすべてはモンゴルに併合されたモンゴルによる征服後抵抗して捕虜となった多くのキプチャク遊牧民が マムルークに売却されていった。そのうちのバイバルスやカラーウンラはエジプトで権力を確立し、マムルーク町を建設するに至る。また、4万個のキプチャクは、モンゴル軍の支配を逃れて、ハンガリーに移り住み、軍人と呼ばれるハンガリーで、独自の文化を持った集団となった。アミール・バイバルス・ルクン・ウッディーンの聖戦インスラム王国史に、 当時のエジプトのマムルークで大多数であったキプチャク族の11部族について書かれた記事があり、それを同時代の歴史家ヌワイリーが著書エジプト史で消失している。これをアブラハム・コンスタンティンムラジャドーソンはチンギスカンよりティムール・ベースなわちタメルランに至るモンゴル族の歴史で引用し、11部族の名を挙げている。バーバーと呼ばれるクマン人が建てた石像。 ルハーン宿にあるキプチャクのものとされる像。ありがとうございます。